ヤオコーキッチンのトヨタです、えー、今回はトマトとベーコンのオムレツパルミジャーノ風味を作らせていただきます材料はこちらです、えー、ベーコンとパルミジャーノレジャーノベルティネリのミレジマートそしてトマトと今回1枚に生タモを2つあとはエクストラバージンオリーブオイルと塩と胡椒を使いますまずはフライパンに、えー フライパンを火にかける前に小さじ2杯分のエクストラバージンオリーブオイルを入れてくださいそしてそのオリーブオイルに絡めるようにこれは8ミリぐらいの幅に切りましたベーコンをフライパンに入れてくださいそしてフライパンを火にかけます最初は えー、中火より強火ぐらいでいいんですがまずはこのベーコンをゆっくり、えー、全体を平らにするように重なっているのをほぐすような感じで全体に広げるようにしてくださいそしてフライパンから音が出てきたから、えー、わずかに火力を弱める中火の弱火ぐらいのイメージでじっくり火を入れてください これはパルミジャーノレッジャーノをすりおろしておきました1 0ムありますまずはボウルにすりおろしたパルミジャーノレッジャーノを先に入れますその上から、えー、卵を2個割って入れてくださいなぜ先にパルミジャーノを入れるかというと後で卵の上にパルミジャーノを入れると混ぜるときに飛び散っちゃうんですわざと すりおろしたパルミジャーノの上に玉を割って入れてください。それから混ぜれば、えー、パルミジャーノが飛び散らないです。できるだけ丁寧に、えー、全体をよく混ぜておいてください。もうしばらくじっくりと、えー、全体にまんべんなくすりおろしたパルミジャーノを行き渡されるようなイメージで混ぜてください。 トマトですトトマトはこのヘタの周りとお尻の方を切り分けておいてこの全体を4等分にするぐらいのイメージで切ってくださいこれでほぼ厚さを 揃えて4等分になりました、えー、フライパンの中のベーコンはだんだん火が入って周りに焼き目がついて香りが出てきますこのベーコンの香りとパルミジャーノの香りこれがとてもバランスがいいんですじっくり本当にカリカリっとするぐらいまでよく焼いてくださいむしろ弱火でもいいぐらいです ベーコンがしっかり焼けてきましたその焼けてきたらベーコンを寄せるようにしながらトマトの広く切断面がフライパンに接するようなイメージでベーコンをよけながらフライパンの中にトマトを入れてくださいこれでトマトの隙間にベーコンをある意味で均等に入れるような感じにして ここでフライパンの火を中火よりちょっと強いぐらいまで強くしてください先ほど切り取ったトマトの端ですこれは、えー、粗いみじん切りぐらいのイメージに刻んでおきますそしてヘタの周りの赤い部分も刻んでおきますこれが実は卵の味付けになります これをもう少し細かく刻んで、先ほど溶いた卵の中にこれも入れておきます。そしてやっぱりこれも混ぜておきます。トマトの側面に焼き目がつくように煮えてきたら、トマトを1枚ずつ返していきます。 これでトマトを返したらちょっと火を中火の弱火ぐらいにしてくださいそしてこの溶き卵パルミジャーノ・レジャーノのミレジマートがたっぷり入ってなおかつ先ほどみじん切りに粗いみじん切りにしたトマトの両端が入っている卵をフライパンの中に流し込んでいきます これで全体にイメージとしてはボタンを上から見たようにイタリア語で、えー、オムレツのことをフリッタータと言うんですがこの卵焼きに近いような実はフランスではオムレツをこんなに折り曲げるんですけどそれ以外の国ではオムレツってあまり折り曲げないんですスペインではトルティーヤとっってやっぱり平らに焼きます。 そしてトマトの上に4個でちょうど一つまみぐらいの軽い塩を振っておいてくださいこの状態でここにフライパンに蓋をしますこれで合計で2分ぐらいなんですけれども卵の上側が緩く固まるぐらいまで火を入れてください そそろそろ焼き上がりましたご覧ください卵の上側の面も蓋をして蒸したような状態ですので微妙に固まっていますそしてこれをお皿の上に盛り付けてくださいこんな滑らせるようにしてお皿に移してその上からまた 小さじ二杯分程度のエクストラバージンオリーブオイルと粗挽きの黒胡椒をかけますこれで完成ですパルミジャーノの焼けた香りを楽しむオムレツなんですこのオムレツ朝ごはんの料理とよく言われやすいんですがイタリアでは堂々と 前菜といいますか夕食にも出てきますまたこの焼けたパルミジャーノが赤ワインととてもよく合いますこれはイタリア半島の東側アブルッド州というところで取れたモンテポルチアのダブルトという少し軽めな感じもする赤ワインですとても簡単な料理ですぜひお試しください